え皆さんこんこにちは、えー、ただいまあのご紹介に預かりました、私、株式会社大阪取引所の富田と申します。えー、本日はですね、お忙しいところ、こちらのですね私、お招きいただきましてですね、の今日はあのマザーズ先物についてのご紹介ということで、30分ほどですねあのお話をさせていただければなと思っております。えーえっと まああの皆様の中にはですね非常にあのマザーズの先物というかあのマザーズ指数というのはあまり意識されたことはないかと思うんですけれどもマザーズの銘柄自体はですね非常に馴染み深いのではないかなと思います。でえっとこのですね7月19日にですねいよいよあのこの東証マザーズ指数先物という商品がスタートいたします。えっと 実はですねあの大阪取引所の、えー、デリバティブのシステムがあのこの7月の19日に、えーえー、大きくです、ね、リニューアルされることになりまして、えー、それに合わせてですね、えー、新たに商品が追加されるんですけれどもその中でも,もう一番のですね、えー、目玉商品になっております。でえー、とまずですねこのマザーズ指数先物についての,です、ね、あのお話をさせていただく前に、えー マザーズ市場の外観をですね簡単にですけどもご紹介させていただければと思います。でえーまあ、先ほど申し上げましたとおりなかなかですね、えー、とマザーズの銘柄、えー、創生とかは、まあ、よく皆さんご存知だと思うんですけど、えー、とマザーズ指数をですね、えー、あんまり意識されないとは思うんですけどもじゃあそもそもマザーズ市場,市場というのは東京証券取引所のですね市場の1つなんですけどもどういう位置づけなのかということから簡単にご説明いたしますと えー、マザーズですねあの、こちらに書いてあります通り、マ、えーケット・オブ・ザ・ーハイ・クローズ・アンド・エマージング・ストックスと、まあ、こういうあの、えー、頭文字を取って、ですね、まあえーまあ、半ばこ、えー、じつけのような感じになってますけども、マザーズという名前をつけて、えー、新たなですね東京に新興市場を、まあ、新たに1999年にです、ね、開設しております。でえー、とこちらですね、あの実はマザーズというマーケットはですね、えー まあご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、東証の本則の市場第一部こちらにですねステップアップをするというのが前提となっているマーケットでございます、えー、なのでですね、あのー、ずっといることができません、えー、こちら絵にも書いてあります通りありマザーズにですね、えー、と上場してからですね、えー、基本的には10年間 はいられるんですけども10年経ったら、ですね、えー、市場第2部に移行するか、でま、もしくはですね、えっと、そこから、えー、さらに5年間、ですね、えー、マザーズに居続けることは、選択することはできるんですけども、その際には、えー、10年間頑張りました、でもさらに5年間頑張ってさらに成長できますというですね証明をしなければいけないというハードルがございます。 でえー、皆さんもあのたくさんの企業をご存知だと思うんですけれども、えー、市場第一部にですね、あの毎年大体10銘柄から20銘柄ぐらいの会社さんが、ですね、えー、市場一部に、えーえー、ステップアップされておりまして。 えーまあ、あの過去でいきますとタカラバイオさんとかユーグレナさんですとか、まあ、サイバーエージェントさんですとか、まあ、非常にですねあの大きメジャーな会社さんがです、ね、マザーズから市場第一部に行ってまたさらにそこで成長されているという、まあ、そういう非常にですねあの新興市場という意味ではすごく成長企業が集まったそういうマーケットになっています。 でえっと、市場の規模といたしましては今、足元ですね自価総額約4兆円ぐらいで推移をしておりまして、えー、上場会社数はですね、えー、足元約230社が上場しておりますで、えっと、この、えっと、230社、ですねあの当初はですね、えー、1999年から、まあ、この棒グラフを見ていただきますと、えーにえー、どんどんですねこう右肩上がり、あ棒グラフごめんなさい。えっとえっとぼ 折れ線グラフを見ていただきますと、えー、右肩上がりにどんどん、えー、上がってきておりまして、えー、どんどんです、ね、あのマザーズに上場される会社さんが増えてきているんだなということは、えー、ご理解いただけるかなと思います。 でえっと、じゃあ、このマザーズで取引をされている、えー、投資家さんですね、えー、ざっくりというと、まあ、どういった方々が多いのかと申しますと、まあ、圧倒的にですけれども、えー、個人投資家の皆様が多くなってございます。えー、上がですねマザーズ で下が東証一部でございますけれども大体東証一部の,です、ね、この投資部門別のシェアというのが東証市場全体のシェアになってまして大体個人投資家のシェアというのはです、ね、2割から3割弱というぐらいというふうに言われておりますけれどもマザーズにおいてはこれが逆転しておりましてです、ね、7割超の方が基本的には個人投資家の方がシェアを取られているそういうマーケットになっています。 ております。で、えっ、ー、とあと代金ですね、売買代金の回転率ですけれこれはですね、あの時価総額をまあ年間の売買代金でえっと割って出しております。えー、この 売買代金の回転率が高ければ高いほどですね、まあ、非常に新陳代謝の高いマーケットというふうに言えるのかなと思いますけれども、えー、ご存知の通り、ま、え、ず、ー、はです、ね、非常に、えー、と市場の規模の割には売買代金が非常に、えー、多い市場になっています。えー、従いまして東証一部と比較してもですね、あの回転率非常に高い市場になっております。で、えー、とこちらですね、あの 実際にじゃあどんな業種がどういう構成銘柄なのかというところで業種別で見ていきますと当然ながら東証マザーズ市場はですね新興企業が多いマーケットになっておりますのでやはり情報通信業ですとかサービス業ですとかこういった会社さんのシェアが非常に高くなっております情報通信とサービスだけでですね大体約6割 6割から7割近くをですね占めるそういうようなマーケットになっております。 一方あの一般的なあの、えー、指数であります日経平均株価についてはです、ねまあ、もちろん、ネガサ株の電気機器とか価格とかこういったところの、えー、ウェイトが高いんですけれども、まあ、それでもです、ね、一番高くてもまあ13%という形でございましてやはり非常にです、ね、ウェイトに偏りがあると、まあ、ただ、それだけです、ね、非常に値動きに特徴が出るということが言えるのかなと思います。 で、じゃあその値動きの違いですね、実際にどういう、どれぐらい違うのかというのを、上のグラフはですね、えっと、実際に6月の1ヶ月間、赤い棒グラフがマザーズ、青いのが日経平均でございます。でえっとまあ、これ 実際見ていただいても分かりますけれども、まあ、感覚でもですねあの例えば今日日経が全然ダメだったなというときうに、マザーズが非常にで,す、ね、できている、えー、非常にあの高値を更新したりですとか、そんなような日ありましたけれども、実際にこうやってグラフで見ても、ですね、えー、実際にその変化率そのものが大きく違うというところもございますし、えー、逆の値動きになっていることも結構多くございます。 でえっと、実際にこれを足元のです、ね、1年半、2015年1月から、えー、足元の6月30日までの日数で比較してもです、ね、この対象期間の約3分の1は、えー、日経平均とマザーズというのは全く違う動き、値動きになっているということが言えると思います。 で実際にですね、この、えー、パフォーマンスを比較してみてもあのこちらご覧いただければ、まえー、分かりますけれども、えーとまあ、日経平均、えー、自体もですね、非常に値動き自体は、えー、結構大きな指数だなというのはあの感覚的にあるんですけれども、えー、マザーズもです、ね、それをマザーズはそれを上回るぐらいのですね、値動きの違いになっております。えー、やはりですね、この2013 1年月 をまあ100としてもこの期間だけで比較すると、まあ、日経平均がまあ150と約1.5倍になっているのに対してです、ね、まず、あの指数は2倍以上になっているというところで、えー、非常にです、ね、あのその中身というか成長企業が集まっている市場ですのでその特徴が指数に出ているというところが言えるかなと思います。 あとはその構成銘柄ですね、あのここからがやはりその皆様が非常にですねあのお詳しいところかなとは思うんですけれども、えー、実際にその東証マザーズ指数というのは、ですね、えー、この上位10銘柄の比重というのが非常に、ウェイドが非常に高くなっております。 上のグラフをご覧いただきますと東証マザーズ指数のです、ねえー、と、まあ、日経平均株価の上位の10銘柄でどれくらいその指数ウェイトを占めているかというとです、ね、マザーズの場合は10銘柄で約半分。 日経が大体約33%ということで、まあ、これだけ大きな違いが出ているとで個別銘柄で見ていきますとその下のところの表をご覧いただきますとマザーズにつきましてはソー世サイバーダイミクシーのこの3銘柄で約4割を占めます。しがいいましてここのののの指数自体の動きというのがこの3銘柄で が非常に大きく影響するるととといいうことが言えるのかなと思います一方日経平均の方につきましてもやはりそのファーストリテイリングですとか KDDI ですとかソフトバンクといった柄非常にあ非常に日経平均を動かすというか、まあ、あのに影響を与えるですねインパクトのある、えー、シェアではあるんですけれどもそれでも、えー、累計で16%ということでございまして、えー、マザーズの指数自体はですね、まあ、こういったやはりその特定のというか 非常にですね、あの銘柄の値動きというのが影響を受けるというところが、えー、非常に特徴になっております。で、えー、ただですね、あの非常に皆様からあのご質問を受けるところなので、あの。 ぜひここでお話をしておきたいなと思うんですけれども、例えばーーがです、ね、創生がこのあと市場一部に行っちゃったときに、このマザーズ指数ってどうなってしまうのと、例えば市場一部に行った瞬間にです、ね、このマザーズの指数は急になんか急落してしまうのかとか、そんなようなです、ね、ご質問いただいたりするんですけれども、これはです、ね、指数にはインパクトございません。 マザーズの指数というのは皆さんもご存知のようにトピックスですね自家過重平均型というですねそういうトピックスと同じですね指数の計算方法を使っておりまして例えば市場一部に例えば総成さんが行ったとしてもですね当然その時に自家総額からはですね壮成さんの自家総額抜かれるんですけれどもその指数を計算する分母ですね分母からも抜かれるんですね。だから基本的には その特定の銘柄、つまり構成銘柄がですねえすね、要るに除外になっても指数はその除外になった日から急にですね、指数が下がったり上がったりというような影響はないようにですね、設計はされておりますのでそこはあのご心配なくお取引をいただければなというふうに考えております。それとですね、あとこの構成銘柄でよくあの言われるのがですねえ いや皆さん、アキュセラは結構あの取引とかされた方いらっしゃるかもしれませんが、東証マザーズ指数ですね。あのこの指数構成銘柄はあの実は前提がございまして、内国株式で構成されている指,定指数です。ですので、今現在アキュセラは外国株ですので、現在その東証マザーズ指数の構成銘柄には入ってございません。ただ、あのー いずれですねあのまた内国株としてまた再上場するというような話も出てます、ね、その際にはあのまた構成銘柄に入ってくるのかなと思いますけども現時点では構成銘柄には入ってないということだけお伝えさせていただければなと思います。 であとですねボラティリティの比較でございますけどこちらも、えー、とご覧いただいている通りでございます、非常にあの日経平均と、えー、マザーズの比較でございますけれども、まあ、非常に、えー、トピックスや日経平均と比べまして、ボラティリティが高い指数になっておりますけれども、それだけですね非常に、えー、お取引チャンスというのもあの多くある、そういった指数なのかなというふうに考えております。 それではあのマザーシス先物取引のですね概要をこちらでご紹介をさせていただきます。えっと、こちらの、えっと、表なんですけれども、えっと、現在、ですねあの大阪取引所に上場してます上場シス先物ですねの4商品を比較しております。でえっと まあすでにですね上場済みのまあ日経225ミニ、j p x 日経400先物、ミニトピックス先物とえ3つ並べているんですけども、この3商品をまあ並べた理由としては、ですね想定元本のところをご覧いただきたいんですが、だいたい同じぐらいのサイズで取引できるものをちょっと並べております。だいたい想定元本で100万円から150万円ぐらいまでの、だいたいそれぐらいのサイズのものでございます。 取引単位は、ですねマザーズが大体今、1000ポイントぐらいですから、それに1000倍ですね。 というような形になっておりまして、まあ、それで想定元本、えー、とこちら、えー、102万7880円となっておりますけれども、えー、こちらの想定元本で、えー、あとこの証拠金はですねまだ上場前なんですけれども試算値になりますが、えー、ちょっと足元非常にボラティリティが高まってますのでちょっと証拠金が上がってますけれども10万6500円ということになりますしたがいましてレバレッジは約10倍弱というぐらいのスペックということでございます えー、現月はですね、えー、四半期、えー、369、12月の5、えー、現月に設定をしておりまして、えー、取引時間、ですねこちら後,後ほどご説明いたしますけれども、えー、7月19日以降、若干時間が延びますので、えー、8時45分から、えー、日中はです、ね、8時45分から15時15分、な、え、い、ー、とかですね4時半から翌5時半という形になっておりまして他の先物と同じという形になっております。 でえー、じゃあ、そのマザーズの指数先物をですね、あのまあ、どういった形でご活用いただけるのかなということで、えー、いろいろあの皆様からあお話をお伺いしている中で、えー、こんなことが言えるのかなということで、ちょっといろいろとご紹介していきたいと思うんですが、やはりあの今までちょっと申し上げました通り、マザーズのマーケット自体は非常に個人投資家の方々にお取引を多くされているマーケットでございます。でやはりそのあと個人投資家といえばですね あのやはり信用取引かなと思いますでやはりそのマザーズのマーケットにおきましてもあの信用取引の比率がです、ね、非常に高まっておりまして昨年1年で見てもまあ65%が信用取引による取引になっております。 で今回です、ね、先物が上昇いたしますので皆様よく信用取引をご利用になられているお客様はです、ね、よりです、ね、低コストでレバレッジ的にも信用取引ですと3倍強といったところでございますけれども先物であれば先ほどレバレッジの比率を見ていただきましても約10倍弱ということでございますのでより資金効率高くです、ね、お取引ができるのかなと思います。そういったよく信用取引をやられている方々に ですね、あの先物取引のニーズがあるのかなと考えております。であと例えばその,その資金面っていうところでいきますとやはりその個別銘柄をですねあの現金でお取引をされる場合にはもちろん信用取引でお取引される場合もそうなんですけどもやはりその 1> 1銘銘柄柄の最低購入代金非常に高いいもございます、えー、平均ではですねあのこちらの左側の円グラフを見ていただきますとこちらはあの構成銘柄の大体最低購入代金を円グラフで分布にしておりますけれどもやはりその10万円以上の資金が必要になりまして銘柄によっては100万円を超えるようなもの50万円から100万円のもの といいうのもののがござまますす、まあ、約6割はです、ね、10万円以上の資金が必要になります、えー、右側の表をご覧いただいてもです、ね、まあせいの取引、えー、銘柄をまあ取引しようと思えばです、ね、まあ、最低約200万円近く用意する必要がございます。ただ、マザーズの先物であればです、ね、えー、数万円からまあ十数万円ぐらいの証拠金でお取引が可能になりますので、非常に資金効率性が高まっていくんではないかなと思います。 また、ですねそのこちらの個別銘柄の売買に比べましてですねこのマザーズ先物という,マザーズ先っていうのは非常に売買の自由度を高めてくれるものかなと思っておりますそれがやはり先ほど申し上げました信用取引のところでマザーズの銘柄は皆さんもご存知だと思いますが非常に貸借銘柄が少ないんですね。 え現在ですね、えー、マザーズのお銘柄のうち約15%ぐらいしか対借銘柄になっておりませんので、えー、対釈銘柄になってないと、まあ、制度信用取引で、えー、信用取引の売りが できなないい非非常常にににその信用売りりががしにくいが非常にく銘柄多っておりますもちろん一般信用取引を証券会社さんでお取り扱いいただいていればです、ね、一般信用取引で売り手はできるんですけれどもなかなかこう在庫がすぐなくなってしまうとかですね金利が高いとかですね、まあ、そういったこともあってです、ね、なかなか売りがしにくいというようなお声をよくお聞きするんですけれども、まあ、先物であればそういったコストは発生しませんので,です、ね、あの非常にその、えー、まあ 基本ロングで入る方が多いとは思うんですけども、えー、ショートしやすくなるのかなというところで、えー、先物をうまく活用することができるのではないかというふうに考えております。であとですねこちらあの、えー、もう簡単にちょっとしたこれはもうシミュレーションというほどのものではないんですけれどもあの毎日ですね引けなりの値段で1枚 つつその売買をした場合ですね、まあ、買い持ちした場合なんですけれどもこれ単純に指数値の終わり値の前,前日比をまあそのまま損益で出しておりますでやはりそのなかなかその先物取引を今まであんまりやったことがないというようなお客様の声の中にですね、えー、ものすごいこう損してしまうんじゃないかとか、えー、まあとんでもないこう、えー、お衣装が発生してしまうんじゃないかというようなです、ねえー、お声をよく聞くんですけれども。 え先物取引も十分です、ね、あの証拠金を積んでいただいてです、ね、あの余裕を持ってお取引をいただければあそれほどあのリスクが高い商品ではないのではないかと思っています。 えー、こちら、の損益資産地の右側の方をご覧いただければ分かりますけども、円単位で見ても、ですね、まあ、損失を被ってもまあ10万円程度というところで、まあ、これ、1枚あたりですけれども、えーまあ、こちら、十分にですね証拠金を積んでいただいて、この損失をですね吸収できるだけのですねあの形で望んでいただければ、えー、そんなですねあの頻繁にあのお遺書が発生するとか、ですね、まあ、そんなようなこともないく、お取引ができるのかなというふうに考えております。 あとです、ね、あのこちら、えー、先ほどちょっと、えー、先物取引の時間が延長になりますというようなお話をさせていただきましたけれども、えー、こちらですねあの指数先物 の取引時間ですね、今現在は9時日中時間は9時から3時15分まで夕方4時半から再開して夜中の3時までという形でなっておりますけれどもこの7月19日からこちらの時間が延長になりましてまず始まりの時間が15分前倒しになります8時45分からになりますで日中の終わりは3時15分で変わらないんですがで夕方も4時半からというのは変わらないんです ですが、えっと、終わりの時間が五時半までと、で、えっと、この時間を、もちろん、その、この時間まで、えー、延長されるという形になりますので、あの、一番下のですね、あの、ニューヨーク時間の、な、ニューヨークの夏時間も、まあ、あの、カバーするような形になります。まあ、今まで、その、お、代償の、まあ。 先もの取引だけをやっているとですね、入、ま、浴、ああの,の時間、途中で終わってしまうというような形になってしまうんですけども、もこちらの時間もカバーできるようになります。特にこの終わりの時間帯ですね、非常に最近よく値が動きますので、そこをぜひですね、あのこちらの大阪取引所のです、ね、先物取引でお取引をいただければなというふうに考えております。 あと、ですねあの、先ほどちょっとお話をし,、えー、し忘れてしまったんであので一つだけ申し上げたいと思うんですが、えっと、こちらです、ねまあ信用取引、あのよくお取引されるような方々 の中であの最近、ETF であのレバレッジものとかインバースものとかって結構出ていて、かなり取引ができていると思うんですけども、皆さんの中でもよくやられている方いらっしゃると思います。で、あのよくあの、まあ、メディアの方とかに、あのレバレッジインバースもののマザーズって出るんですか ってよく聞かれます <laughs> で、えー、と実はあの ETF はであのマザーズの ETF ってもうすでに2名柄ほど出てるんですね。あのそれなりに取引はまあまあできてるんですけれども、えー、とまだですね実はあのレバレッジインバース型のマザーズの ETF は ままだあの、えー、検討がされてませんでレバレッジインバース型のマザーズの ETF を、えー、もしあの上場したいという形になりますとこの指数をですねあのまず算出する必要が出てくるんですけれども、まあ、現時点ではまだあの検討はされてないような形ですのでまずはですねやはりそのマザーズの先物をお取引していただく。 いければなとううふうに考えておりますで、まあ、レバレッジインバースモの ETF もですねやはりその、えー、上場するためにはある程度その先物に先物の,のマーケットの方にですねやはり流動性が必要になってくるということでございますので、まあ、私どもといたしましてはまずはですね7月19日にこちらをスタートさせて、えー、非常にこう流動性が高まってきてからということであの考えておりますのでぜひ皆様もですねあのマザーズの銘柄よくお取引をされている方々におかれましては はですねこちらのマザーズ先物取引ですねあのご注目いただきまして一度え7月19日ですねあの板をですね叩いていただいて見ていただければなと思っております、えー、本日は、えー、長い間お時間いただきましてありがとうございました。